はい、皆様こんにちは、こんばんは、ヒロです。出ましたね、スパークさんから新しいアンプ、その名もスパーク GO。 いいじゃないですか、これね、欲しいこれは買おうと思います。まずね、何がいいってね、まずちっちゃいポータブルでこれぐらいなんですよ。いや、まだね、あれまだね、手に入らないんです。あくまでスパークさんのページを見た限りの情報で今喋ってますけど、実物ビーズにあれはね、衝動買いしていいかなと僕思ってます。まあ理由は、まあ今から言いますね。二つあって、一つはまずちっちゃい、これぐらい、非常に、まあ要は持ち運び用のポータブルサイズ、まあ携帯並みのサイズ、まあ厚みはありますけどね。と、あともう一つがお値段。なんと、定価なんですかね。149ドルなんですって、アメリカでは。そして、なんと今ね、プリオーダーらしいんですよ。で、実際商品が発送できるのは5月からっていうふうに書いてありましたので、なので今プリオーダーのタイミングなんですね。で、プリオーダー期間中はですね、なんと109ドルらしいんですよ。109ドルですよ、100ドルですよ。で、買おうかなと思って、100ドル、109ドル、まあでも110ドルね、109ドル、なので、まあ109ドル110ドル、まあそれぐらいで買えちゃうんですって。で、当然今までのスパークと同じくアプリで、こうスマホのアプリで使えると。買うしかないんじゃないですかねで、何がついてるかというと、まあ当然ギターのインプットがあって、ヘッドフォン端子があって、あと Bluetooth コネクティビティ、 Bluetooth の 5.0 でつながるらしいんですけどね。あとは 5W のアンプっていうことで、基本的にはやっぱり、私ちょっとスパーク持っておりませんが、スパークの音が確かに面白いっていうのはありだと思うんですよね。だけど、でスパークミニが出たでしょ、あれもちょっと気にはなったんですけど、でもやっぱりスパークミニとはいえど、やっぱり持ち運ぶタイプの、こうなんて言いますかね、まあ割と小型アンプでありながらちゃんとしたアンプの一つだと思うんですよ、小さいけどね。で、私はもうギターアンプ持ってってるんですよねでいわゆる、まあブラックスターだったり、ボス刀ヘッドだったりとか、アンプ持ってるので、今さらアンプ系のものを買う気にはなれないっていうので、もうそれ以上買ってないんですね。面白いアイデアだと思うんですけど、買ってないです。ところが今度のスパーク GO っていうのはこれぐらいなんですよ。もうまさに 5W のトラベル用みたいなやつで、しかもスピーカーのヘッド端子もついてて、まあ、多分出先に持っていくとすれば、もうそれはヘッドフォンありきのお話だと思うんですけど、なので、まああれがね、ちょっとギターのインプットになって、こうなんていうインターフェース的な役割ですかね。で、109ドルですよで、当然ヘッドフォン抜けばスピーカーとして音が鳴るっていうことなので、買いじゃないですかねなのでね、ちょっとレビュー云々っていうのいろいろあるんでしょうけど、5月にシッピング開始ってことらしいですけど、多分ね、まあ、もうちょっとスパークさんのページを見て勉強はしたいと思いますが、基本的にスパークと同じことができる、まあ、もちろんその制限はいろいろあると思いますよ。だけど十分じゃないかなと思ってますので、まあ、一応もうちょっとだけ勉強をして買おうと思います。109ドルでしょ買っとけよって感じじゃ思いませんかいや、ね、なんだ結局値段じゃんって言われるかもしれませんけど、当たり前じゃないですか。だって自分の懐をね、痛めて買うわけですよ。メーカーさんがいて、こう提供してくださるわけじゃないのに、私はもう全部自分で買ってますから、提供ゼロですからねなのでそうなると、それはやっぱり払うだけの価値があるというか、払って楽しめるかどうかっていうのは一つの大事な要素なんですよね。やっぱり、高くても自分が欲しい、楽しそうだと思えば出しますし、例えばボス GT のようにね、高くても買いますし、そうじゃなければ買ってもしょうがないと思いますけど、このスパーク GO はね、いやー、だって109ドルですよ、オフィシャルで。日本はどうなんでしょう、1万5000円くらいなんですかね。でも面白いじゃないかなと思ってます。ですので、まあちょっと何度も繰り返しになりますけど、もうちょっと見てですね、もう少しだけ勉強して、何ができるのか、何ができないのか、他のとどう違うのかということを比較した上で、まあ早い段階でクリックして、値段が109ドルのうちに買ってしまおうと思っております。皆さんもね、ちょっと日本の状況は分かりませんが、これスパークっていうのは多分アメリカのメーカーだと思うので、まあ、アメリカの市場が先に回るんじゃないかなと思ってます。ですので、まあ、5月ですからね、5月もう4月でしょ、すぐだと思うので、あと1ヶ月2ヶ月しないぐらいで来ると思うので、まあ、それも買ってですね、手に入り次第これはお話をぜひですね、レビューしてみたいと思います。今日は、緊急的な動画になりましたけどスパーク GO 期待しております。皆さんも楽しみにしていてください
そうやって買わないかもしれないんで、あんまり期待しないでね。はい。最後まで見ていただき、どうもありがとうございました。ぜひ、チャンネル登録と、グッドボタン、よろしくお願いします。これからもね、こういったいろいろな新しい情報をキャッチして、どんどんお伝えしていきたいと思いますので、今後ともよろしくお願いします。ヒロでした。バイバイ。